DF-2 は中華人民共和国の初期の準中距離弾道ミサイル。DOD 識別番号は CSS-1。1956年5月26日、中国は弾道ミサイル開発計画を指導し、開発の主体となる組織、第五研究院を国防部のもとに創設した。1957年10月15日、中国は ソビエト連邦と中蘇新防衛技術協定を結び、2発の R-2 ミサイルと共に、教官として1個弾道ミサイル大隊の軍人と、ミサイル発射のための装備が12月24日に、北京に到着した。1958年4月14日、中蘇関係悪化のため、ソ連の部隊は全員帰国した。その後、ソ連から、設計図及び生産、試験。 発射のための技術書類を受け取り、ソ連人、ミサイル技術者の指導を受け、r にミサイルのライセンス生産を開始した。生産は1964年に終了し、当初、1059と名付けられた、このライセンス生産品は DF-1 と名称変更した。中国は、1 5 9のライセンス生産と並行して、原子爆弾の開発計画を進め、 1964年10月16日に最初の爆発実験を実施した。中国は原子爆弾の技術と弾道ミサイル技術を組み合わせた各弾頭搭載型弾道ミサイルの開発に注意を傾けるようになる。しかし、R-2 やそのライセンス生産品 d f 1は 射程が 590km と短く日本の米軍基地に届かないばかりでなく、運搬能力が 950kg と原子爆弾を搭載するには小さすぎた。このため、第5研究院は1958年9月19日に、東風計画という新たな弾道ミサイルの開発計画を提案した。開発計画で提案されたミサイルは日本全土に届く。 射程 2000km、運搬能力も原子爆弾の弾頭を乗せるのにギリギリの 1500kg というスペックであった。第5研究院の計画では1962年までにミサイルを完成させる予定であった。この弾道ミサイルはソ連の R-12 ミサイルにヒントを得たものであったがソ連政府はライセンスの関係で 中国に R-12 を売却することを拒否した。しかし当時、モスクワの航空関係の研究所でロケット工学を学んでいた留学生らは自分たちもまだ見たこともない R-12 についての技術的情報を得ようとソ連の研究者たちに必要に質問を繰り返すという努力した。中国で開発が進められていたミサイルは R-12 と同様に酸化剤に常温貯蔵が可能な AK-20 という硝酸と4酸化に窒素の混合物を用い燃料に R-12 のエンジン添加に用いた自己着火性のある Tg-02 というジメチルアニリンとトリエチルアミンの混合物質を用いる計画であったまた大推力を得るために4機のクラスターエンジンを 用いるという点も同じであった。中国の留学生たちは、エタノール溶液と液体酸素を用いる従来型のミサイルである R-5 についても、同じような手口で情報を得ていた。R-5 は R-2 の拡大版である。中国とソ連との間が、本格的に悪化し、中蘇新防衛技術協定が破棄される事態となり、中国は限られた。 技術情報の中で、常温貯蔵型推進剤を使用する新型のミサイルよりも開発が容易と思われる R-2 やそのライセンス生産品 DF-1 を発展させたエタノール溶液と液体酸素を用いる従来型ミサイル開発に重点を置くようになる。中国は、この R-2、DF-1 を発展させたミサイルを DF-2 と名付けた。 開発で要求された DF-2 の射程距離は 1200km であり、ソ連が R-2 を発展させて開発した r 5ごとに通ったものであった。この射程ならば中朝国境から日本全土を射程に入れることができる。中国政府は1961年10月1日の建国記念日前にまでに、 DF-2 の発射試験を開始するよう指示したが、開発は遅れ1962年3月21日の最初の発射試験は失敗した。その後、エンジン水力の設定を当初の45.5トンから40.5トンに引き下げ、射程を 1050km に縮めるという設計変更を行い、1964年6月29日に、 ようやく発射試験を成功させた。射程を縮めたために、かろうじて西日本が射程内に入った。中国は、各弾頭搭載ミサイルの早期開発を諦めきれず、射程距離の向上を目指し DF-2 の改良を引き続き行った。その結果、射程は 1250km に伸ばされた。この改良型ミサイルは DF-2A と名付けられた。 1965年11月に DF-2A のミサイル自体の発射試験は成功した。1964年10月に実施された原爆実験の時の爆弾の重量は 1550kg、開発中の再突入用熱シールドの重量は 200kg と見積もられていた。国防科学技術委員会は DF-2A に搭載できるよう、 原爆の小型化を進めるよう指示した。1966年9月16日、第二砲兵部隊に DF-2A の配備が開始されたが、この時点でまだ核弾頭の開発は完了していなかった。10月27日、艦縮小創上後の主戦試験基地から核弾頭を搭載した DF-2A が発射され、実験は成功した。 この時の核弾頭の再突入用熱シールドを除く核爆弾重量は1 2 9 0ラムで爆発威力は1 2トンであった。この時中国発の核ミサイルシステムが実証された。DF-2 は教材用に購入した R-2、そのライセンス生産品 DF-1 を拡大発展させたミサイルである。推進剤タンクの容量拡大は 直径方向は、R-2,DF-2 の大きさのまま、長さ方向を延長することで得ている。このため、R-2,DF-1 と比べ長さ経費が大きく、細長い外観となっている。推進剤タンクの配置は上に酸化剤の液体酸素、下に燃料のエタノール溶液と、R-2,DF-1 と逆の配置となっている。 エンジンについては、ソ連に留学した中国の生徒からの技術的情報から R-5 のエンジンである RD-103 型が R-2 で使われた RD-101K を大きな技術的な変更もなく拡大したものであるとの情報を得ていたものと推測される。当然、中国もライセンス生産された RD-101 を基本に それを拡大することを試みたと考えられる。しかし、DF-2 の発射試験では、エンジンの耐久性が問題となり、前述のように水力の設定を45.5トンから40.5トンと、約10%も下げることを余儀なくされている。エンジン開発は、順調には進まなかったようである。エンジン開発の過程で、RD-101 型から、 大幅な技術的変更がなかったと仮定すれば RD-101 型と同様の方式のバルター式ターボポンプであったと考えられる。弾頭は分離式であり 1500kg を上限とする通常弾頭 15KT20KT の核弾頭を選択できる。誘導方式は R-2DF-1 で用いていた。 電波誘導を止めて、ストラップダウン式完成後方装置を用いた、完成誘導を採用している。操打方式は、推進用噴射ノズル直後に配置した、グラファイト製ベーンを用いた、ジェットベーン方式を採用している。最大射程距離は、DF-2 型は、水力減角により計画に比べ短くなり 1050km。改良型 DF-2A は、 技術的課題を克服して 1250km に延長されたとしている。命中精度は不明である。同世代でほぼ同じスペックのソ連の R-5、ミサイルはセップが 2000m とされているが、DF-2、-2A が同等のセップであったかはわからない。ペイロードは基本型の DF-2 と改良型の DF-2A は、 共に1 5 0 0ラムとされている。研究開発開始が1960年6月、基本型 DF-2 の発射試験の最初の、成功が1964年6月29日、改良型 DF-2A の発射試験の最初の、成功が1965年11月とされている。基本型 DF-2 の配備は実施されなかった模様である。 改良型 DF-2A の配備開始が1966年9月15日、製造終了が1971年、退役が1979年とされている。 a b c d f g h i j a h t t p c i、SI. s a c f s i s t a n f o r d e d u s i t e s d e f a u l t f i l e s c h i n a 2 7 s b a r i s t i c m i s s i l e p r o g r a p d f c h i n a s バリステ s t i c m イ s s i l e ステ o g r a m s t e c h n o l o g ゴールズハット h t t p w w w r a k e t e n s p e z i a l i s t e n b e p d f j b i s d r u c k v o r l a g p d f The Germans and the Development of Rocket Engines in the USSR ABH TTP コロンスラッシュスラッシュ M I S S I L E T H R E A T ドットコムスラッシュミサイルズスラッシュ DF ダッシュ2ダッシュ 2A ダッシュ CSS ダッシュ1スラッシュ M I S S I L E T H R E A T ありがとうございます。